お、久しぶりに見た。久しぶりに見た。ちょっとちっちゃいね。400グラム。500ない気がするけど。皆さん、お楽しみの収支発表と行かせてもらいます。さあ、けんちゃん、おはよう。おはようございます。現在時刻が7時過ぎですからね。今日も今日とって、魚を取る漁をしております。はい。一番網です。現在気温おそらく多分0度ぐらいね。なんか慣れてきたような気もするんやけど。はい、僕も慣れてきましたね。で、最近けんちゃん、しけ続きでのあんま出れてなくてね。はい。久々っちゃ久々に来たんですけれども。まず、朗報けんちゃん。コウイカ2匹。これ超朗報やね。イカは結構いいお金になるんですよ。はい。そして皆さん、お楽しみの収益発表。あ、出た。必殺収益発表したいと思うんで、はい、最後までご視聴いただけたら、このね、量の今回の収益が分かると思うんで、お楽しみなさってください。はい。で、鎖コウイカがけんちゃん。え。裏は何貫食べられてる。食べられてます。裏からコウが見える。この甲羅っていうんですかね、これがあるからこれ、コウイカと言います、はい、いい標本が上がってきました。そして何度も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 言うように、この漁のメインのターゲットは下ビラメでございます。これらをまずちゃちゃっと拾って、さすがにまだ気温はケンより早いかな。はい、そりゃそうですよ。あ、ほんでケンちゃん、はい、まあまあでかい。これいいよ、中具でかいね。はい、これもいいお金になります。はい、もうなんかフグ見たらお金にしか見えなくなってきましたあ、漁師の考えになってきましたね、はい、そして毎度おなじみこういう餌やったり釣りの下道ですね。はい。でケンちゃん、この一番網はちょっと長めに漕いだんかな。はい、40分ぐらい漕いだ気がするんやけど。はい、40分でメインのターゲットの下ビラメはこれぐらい。どんなもんですか。いつも仕分けの作業は剣にしてもらってることが多いと思いますけど、はい、いつもよりは多いですよ、うん、なんか例年に比べるとね、本当に40分やったらもうこれいっぱい取ってもええぐらいなんやけどね。はい、ということでこんな感じで今日も今日とてやっていきます、はい、そして今日の目標、また2頭を追います。けんちゃん2頭を追わせてもらいます、はい、目標また一緒で、前回の動画と一緒で、ワタリガニが3匹、はい、でこの下ビラメが、30キロかな。なかなかハードル高いけど、はい、まあ目標は高く、はい、で前回の収益はけんちゃん覚えてないやろな。12,500円やったかなで、まあ、目標はまたちょっと大きめで、これまた3でいきましょうか。収益3万円、はい、3万円。カニが3匹取れれば可能性はあるんじゃないかと思いますけれども、もうキーはカニかもしれません。あの戦略作戦もなしにはね、あの目標達成できないと思うんで、前回よりもしかしたら取れるかもしれんっていうね、理由が2つあります。それちょっと2番網でご紹介するんで、はい、とりあえずまたこの漁具けんちゃん放り込んで、はい、2番網あげましょう。はい、はい、さあ2番網です。どんな感じでしょう。ちょっとこういった時間は短いんかな。はい、さっきよりは短い、ね、メイタガレーやね。まず絶品でございます。はい、メイタガレー。視聴者さん、この漁で潮に向かってこぐより、潮なりに漕いだ方が、潮と同じ方向に漕いだ方が、まあ、魚は取れやすいって言ったことあると思いますけど、この2番目、まあ、1番目もそうでしたけど、は潮なりですね。潮なりにしてはけんちゃんどうだい。まあ、もうちょっと打ってもいいかなって感じやな。はい、そうです、はい、ただまあ最初に言ったようにちょっと漕いだ時間が短かったんで、まあ致し方がないかなと思います。今年はけんちゃん作戦が2つある言うたね。はい、言いました。ちょっとね、まあ、周りにけんちゃんカメラと共に見てもらったらと思うんやけど、最盛期よりは船の数少ないと思う。剣は分からんかな、はい、ちょっと経験が浅いからね。もっとね、船ごった返しとる。うわ、でかっ、でかっ、かわいい。分かるかな。ただ安いよね。そうです。あ、そう、船が減ってきたんや。っていうことはまあもう分かりやすいと思うけど、ライバルが少ない。はい、うん、だから海にいるこいつらも他の漁船に取られることが、取られる確率が少ないから、はい、うん、まあうちらが取れるチャンスがちょっと上がるよってことやね。はい、ライバルが漕いだ後を漕ぐと、もちろんこのクロスしてるところは来ないよね。はい、はい、そんな感じです。はい、よし、こっち持ったね。お、はい、安いけどちょっとちっちゃいけど、まあこれも収益の足しになると思います。はい、もう一つ、ケンちゃん寒くなってきたよ最近。はい、まあ日本全国的にね、寒波が到来襲来して、今その後でやっと漁に出てきている感じなんですけど、寒いとね、魚が取れやすいっていう漁師さんもおるわ。あ、そうなんですか。ケンに説明してなかったのかな。聞いたことある気がします、うん、なんか魚の動きが鈍って網に入りやすくなるんですよね。僕ら高温動物でさえ寒いとじっとするやん、はい、彼ら変温動物なんで、まあ余計じっとしやすい
という漁師さんもおる。本当かどうかわからん。ただまあ寒くなったら確かに魚が出やすいかなって思う。この量はね、暖かくなってきたら取れる魚もいっぱいおる。春に魚がたくさん取れるように。はい、ということでここからカニゾーンです。はい、はい、爪を2人で起こしまして、この爪ですね。はい、このように横からこの漁具を見てもらうと、爪をより海底深くまで掘り起こせるようにまあ調整しまして、泥のちょっと深くで眠っているワタリガニをまあ狙う、掘り起こすという作戦です。温まったね。はい、温まりました。さあ、それでは、まあ、カニがいそうな、おるかわからんけど、はい、場所に目がけて漁具を放り込んでやっていきます。なんかどっさり乗ってそう。どっさり乗っとんな。運命の3番網ですよ。はい、あの船の速度、船速遅かったんやけんちゃん。はい、船の速度が遅いとね、どっさり乗る。あ、そうなんです、ね、うん、こうなんていうのな、漁具がこう重い状態になるやろ。はい、引っ張るのが遅いってことは、より重みをなんか回転に伝えてるみたいな。あ、わかる。はい、なんかイメージできました。イメージわかる。はい、思ったよりなんかカニの海域にしては下びらみが多いような、そんな気もします。はい、でカニが乗らんとなかなか僕たちのお小遣いは増えません。ゼロ。はい、採石悪いね。採石悪いというか、まあこれが通常です。はい、まあもう4番5番6番とやっていきましょう。はい、よし。4番網が上がってきました。落ちそうかい。いや、いなさそうです。5番目です。お、うわ、大きい鯉か。大きい渡り蟹おる。大きい渡り蟹はいないです。お、お、お、わー、やったー。久しぶりに見た。なんかもう20番ぶりぐらいの気がするんですよ。ただちょっとちっちゃいような、はい、中ぐらいですか。ちょっとちっちゃいね。400グラム500ない気がするけど、はい、まあでも貴重な、はい、価値ある一匹なんで、まあとりあえず坊主は免れました。よかった。よかった、よかった。で、ちょっと探っとくか。1匹落ちたらもう1匹とかあるパターンもあるんですが、大体わかりました。うまいことはいかず。あ、そのこっちめっちゃでかい。あけん、お前危ないぞ。お、まずその鬼横背を今見えてなかったやろ。見えてなかったです。あのこっちに夢中です。せやろ。気をつけてください。でかい。2キロぐらいあるねこれ。はい、ドーンと見せてもらえるかな。久しぶりにそんな大きいこっちも見たわ。昔は結構取れたんやけどね。やっぱケンは釣りが好きなだけあるね。釣り人の見せ方や。できるだけ大きく見せて。よし、ゲットゲット。はい、ケー、これもいい収益ですよ。はい、カニもゲットしたし。いいね、いいね。調子上がってきました。さっき取れたとこと、大体同じ場所こげました。そうや、とりあえずは落ちた。はい、とりあえずは。でかい。あ、渡りガニはいないですね。8番網が上がってきました。フグがちらほら。はい、フグがちらほら。カニは、カニはなしです。9番網、枯れた芝生みたいなのがいっぱい。海エラが死んだよ。海エラ、あ、あれエビ塀になったんでしょ。この白サイビがよく、お、ほんまや、白サイビ。10番網もほとんど瓦礫。10番網もなしです。11番網もなし、いなかったです。さあ、視聴者さん、最終網でございます。もう夕方が近くなってきました。結果、今のところやれやれやね。やれやれです。ほんまやれやれ。もう渡りガニは皆さん伝説級となってしまいましたね、本当に。ただ最後の最後までね、はい、分からないんで一発逆転、はい、行きましょうか。3匹ぐらい。3匹来い。まだゼロではない。はい、はい、3匹の可能性まだあります。いや、ゼロやね。3匹の可能性はゼロ。1匹の可能性も 5% ぐらい。でもほんまそんなレベルやろ。お、お、マコガレイですね。マコガレイ、この辺ではね、アマテガレイという名前でついてきます。
なんか市場に送って楽しみな収賞後が楽しみな魚が上がってきました。どうせ安いんやろな、はい、いつもがっかりするやつですねもっとな50センチぐらいのが上がってきたらね、ほんと2000円3000円ってするかもしれないんだけど、まあ多分安いと思います。はい、はい、最後までお楽しみください。この後収支報告いたします。今回も市場に送る出荷の作業を飛ばしまして、皆さんお楽しみの収支発表と行かせてもらいます。さあ、けんちゃんやってきました、はい、収支報告でございます。発表していきましょうか、はい、ここ皆さん一番楽しみなところやと思います、はい、楽しみで、県的にも楽しみやと思います。安いのからいきますか。はい、はい、エソ、はい、エソです。エソが 1.4 キロ取りました。はい、キロ単価が100円。そんなもん、前200円やったの。前200円です、はい、今回は100円、半分になった。半分になりましたね。まあ釣りされる方的にも下道、申し訳ないですけどね、まあ、魚にとって申し訳ないですけど下道ですし、まあうちら的にも、まあ、申し訳ないけどちょっと下道的な扱いにはなってしまいます。美味しい魚なんですけどね。 1.4kg でキロ単価100円で140円いただきました。ありがとうございます、はい、誰に向かってありがとう。あの自然の恵みに対して言ってるんだと思いますけども、はい、次に安いのがその他貝類。その他貝類 300g なんやろこれ。赤貝と、うん、あの茶色い謎の名前わかんないんですけど、茶色い筋が入ってるやつ、はいはい、あれを4個と赤貝1個入れました、この辺に載せときますけど、その貝の名前、貝類がなんとキロ200円。赤貝入ってたのにね、はい、でも小さかった小さかったからかな、ね、で 0.3kg、 キロ単価200円で60円。ありがとうございます。マルハギっていう名前で来てますね。これはこの辺では、まあ、一般的にはカワハギって言うんやけど、この辺ではマルハギって言ったりします。まあ 2,3 匹やったかな。はい、2匹2匹で500円、キロ単価500円なんで、まあ、500円ちょっと上がったかな。なんか300円ぐらいやったような前気がする。そんな気がしますね、うん、で150円いただきました、はい、でこっち大きい、こっちがで動画内で持ったんですけど、あれがですね、あれは締めて送ったんやね、ケンちゃん、はい、あれ生かして送ったら結構いいんやけど、いい、それが800円で来てますね。2.9kg ということは3匹ぐらい送ってたのかな。いや2匹だけです。あ、2匹だけか。でっかいのはでっかいの2匹だけなんで 1.4 で 2.9kg、 キロ単価800円で2320円、2匹で。やっぱこうね、単価が800円とかになってくると、うん、結構2320円ですから、2匹で結構なお金になってくる、はい、2匹でですからね。コフグってきてますけれども、これはナシフグのことですね。いいのが900円で、ちっちゃいのが多分500円ぐらいできてます、キロ単価で。それぞれ 1.8kg、1.9kg 取れてるんで、合計何 kg 取れてる ?4kg 弱取れてまして、合計で2500円ほどですね。まあ 3kg で2500円やったら、まあぼちぼち、はい、高単価やと思います。ただ1匹1匹がちっちゃいんで、それとも10匹、15匹ぐらい。10匹ぐらい15匹、20匹ぐらいおった。結構数は多かったですね。こっち1匹取った方がいいな。こっち1匹で1000円するんで。コブイカってきてますね。これコウイカ。はい、すごい、やっぱ1400円。うわただ3匹しかおらなかったよね。3匹だけ。あれね、もう何回も言ってますけどね、ほんと10キロぐらい取れよったんや。同じ漁法です。で、同じ取り方です。1.1kg、1400円。10キロ取ったらな、14000円のにな。アマテカレーいきますか。マコカレーのことやね。これが1000円。ちょっとちっちゃかったね。400グラムです、1匹。で、400円です、1匹。シラサエビっていう、大きいエビ。多分紹介できたよね。2500円で来てます、1キロ。やっぱエビがいい。0.5kg、1250円でしょう。ガラクタの中からこう寄り分けていくんですけど、魚もちろんシャビラメだったりイカっていうのはパッと目につくんで取りやすいんですけど、エビを拾うから大変っていうのはあるんですよね、はい、1250円今回の場合はエビでもらえますよっていうことです、はい、ほんでメインの赤舌でございます。 23kg だと思いますね。あ、高単価ですよ。上は 1kg1400円。お、これは今までのこの収益発表の動画の中で1400円は多分一番マックスじゃないかなと思います、はい、これはね、魚が少ない分、まあ、需要と供給の関係なんで単価が上がってくるやんっていうこともあると思います。で、今回は典型的にその例ですね。1400円から来てますから。で、一番下も400円止まってますから。で、下ビラメの合計が2万円ほどやね。2万円ほど。もうちょっと取りたかったね。何キロって言ったら20キロか。そっか、目標30キロって言ったんか。最近収益発表動画多いと思うんですけど、下ビラメ30キロ取るぞっていう目標がなんかできつつはあります。多分でもね、下ビラだけ狙ったら30キロは多分余裕できる。50キロぐらい目標にできるんじゃないか。はい、そして、皆さん、ワタリガニは1匹だけでしたね。1匹だけ1キロ8000円。さすがワタリガニ1匹1キロ、キロ単価8000円。ただちょっとちっちゃめで 500g なん、はい、それでも全国的には 500g って結構でかい部類になるんですけど、まあ、この辺ではちっちゃいですね、 500g。 ただ1匹で4000円なんで、こっち1匹1000円、
ナシフグ1匹150円とか、ワタリガニ1匹4000円なんだ。まあ、カニのパンチ力すごい、2頭を追いたい気持ちが分かります。分かります、下ビラメが3万円で、ワタリガニが4000円、まあ、下ビラメの方をね、狙った方がいいんじゃないかという、皆さん視聴者さんのご意見あると思いますけど、多分合ってる下ビラメが多い海域でずっとやった方が、それで50キロ取って、まあ、今回の単価いいですけど、それで5万円で他のもの入れて6万円になるっていうような感じの方がいいような気がします。次の動画そうするような気もしてきました、うん、下ビラメ50キロをもうひたすら取り続けるっていう動画にしましょうか。ほんで合計ですね、この一番の仕切りの合計が31,463円で、視聴者さんこの31,463円に加えて、小売りしたのが2件あります。7,000円これに加算させてもらったら、売上は38,000円ほどかなの水揚げです。でここからまあ経費の話なんですけれども、まあ、燃料代ですね、多分100リッターぐらい、おそらく、1リットルあたり110円ほどなんで、11,000円で、この魚を発送するのにですね、今回は、まあ、分かりやすく3500円ほどかな、魚を送るのにかかってます。諸経費をさっぴくといくらですか、22,000円、21,500円とか、まあ、ざっくりそれぐらいになりますけど、まあ22,000円ということで、まあそんな感じでございます。まあ、3万円4万円と本当はね収益欲しいところなんですけれども、我々の今の現状はこれが限界ですね。1日、はい、どうですか22,000円、何時間ぐらい働いたんでしたっけ、時給にしたらどんぐらいになるんですか。時給1000円ぐらいじゃない、儲からんしょうがない、はい、儲かる時もある、あの漁師やってれば儲かる時もあるんで、はい、はい、次は下ビラメを50キロ取って、はい、儲けましょう。儲けます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。